なむずないで、ここほんなむずないで、 6の5なのに408点を取れた。ただ伸びしろがめっちゃあって、多分めちゃくちゃ こだわると800とかいくんじゃねんかっていうところが面白いステージなんでしょうね、多分ここは。でもそこまでやらんやんね、俺は時間的に。やりてえけど本当は。おーよ、渡った。この渡すのが一番難しいんですよ。こんな感じで、もこう上にさ肉とかもこうやって置いとくといいですよね。お皿が必要っていうか焼きが必要やから、そもそもこれをこう置いといて、これを切っておくと、でこれを焼いておくと、こんな感じか。あれめっちゃパンそのままいってるやん。さらに乗せていかなかった。ちょっと待って、チーズちょうだい。チーズとキャベツ、これか。後で渡してくれたよね、さすがやな。これお肉やな、今度はこっから下から投げるのは楽なんやな。これお肉先でしょうっていうことで、こっちやっといて、でチーズをこっちで切ろうかっていう予定を立てておくっていうね。お肉も出しとくといいかもしれないです。キャベツも出しとくといいかもしれないです。キャベツかこれ。どうだった？あーしまった、焼くのを早くやんなかんのに間違えた。これはあかんわ。これでもね、焼くの途中までやってあっちに渡せばいいんですよね。ギリギリまで焼いて、シュッて。ギリギリじゃねえよ、ビビってるやん、めちゃめちゃビビってるやん。こうやな、置いとくやな、やっぱこうやってチーズとかをこうやってって。フライパン置いてるしあんないっぱいフライパンいらんよね、ここ。もうとにかくできることやってればクリアしちゃうのよな、ここは。切ったのは埋もれても次に残ってるけど、焼いたのは埋もれたら燃えてる下で。あぶね、魂入れ替え失敗。あれ何しちゃえばいい、何すればいい。チーズか、チーズやな。チーズ渡さんでいって、こっちに置いたねん。ちゃんと置いたねんって、過去の俺は。過去の俺のができるやん。何投げた俺今、お肉投げてる、間違えてる。キャベツ投げようとしたのに、まあ一緒か。こっちだけです。危ねえ、落ちるとこあった今。キャベツ途中までやったるやんけ、忘れてる。キャベツお肉、キャベツお肉ハンバーグ、キャベツお肉ハンバーグがプルプル、キャベツお肉ハンバーグがプルプルだよ、気をつけて。あ、キャベツ取ってない、やばい。パニックった。取れ。ほんで400いくか。あれこれ、え、チーズ、ういういしょ、408、さっきと一緒。今度ようやく8いくが、一応よいしょが出ました。久しぶりに。何やってんだこれ。ふいひょーい、飛び込む。408か。これだからね、うまーくやるとめっちゃいける伸びしろがあるって、さっき言ったって。それ今頃出たロボット、昔使ってたかも、昔じゃない、3人でこの前やった時に使ったね、ワンの時。イエーイやって、音とか効果もいいし、鳴き声もいいね、フワーンっていう、トランペットの音。